松丸明はれ、アニメンタリスト第5差別発言謝罪、論破するまで怒る。謎解き、タレントの松丸亮吾、25、が12日、自身のツイッターを更新し、兄で、メンタリスト第5の生活保護受給者や路上生活者、ホームレス、に対する発言が差別的と指摘されている問題について謝罪した。第5は、7日の自身の公式 YouTube チャンネルで、衝撃から科学的にバッサリ切られたい人のための質疑応答と題して視聴者からの質問に答える形式の生配信を実施し、生活保護の人たちに食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいと僕は思うんで、生活保護の人たち生きていても僕得しないけどさ、猫派さ、生きていたら僕得なんで、自分にとって必要がない命は僕にとっては軽いので、ホームレスの命はどうでもいい、などと発言を繰り返して多くの批判が集まっていた。松丸は、ツイッターで、今まで兄が炎上しても、また炎上してんだからから、くらいにしか思ってなかったし触れないようにしてたけど、人の命を軽く見る発言だけは、さすがにダメです。それだけは絶対に許されない、と断罪し、今度会ったら絶対に論破するまで怒り続けます。今回ばかりは兄がおかしい。ごめんね、と綴った。